グラスサインは19世紀後半にイギリスで産声を上げ、その後アメリカ・ニューヨークに技術が伝えられました。片岡弘樹はカリフォルニア州エンシニータスに住むローデリック・トリースに弟子入りし、現地で修行。帰国後は現在のグラスサイン&コーの前身となるアメリカン・グラスサインズを立ち上げ、ディッキーズ、ルドロー・ブラント、エミネムのタトゥーを手掛けたことでも有名なタトゥーアーティストミスター・カートゥーンなど、世界中さまざまな場所、人へ作品を提供しています。まずデザインをして、サイズと全体の仕様を決めて、ガラスを切っていくところからスタートします。で、そこからガラスをエッチングするんですけど、エッチングっていうのはガラスを掘ったりとか削ったりとかで溶かしたりとかすることなんですけど、でその中ですごく危ない薬品を使うんですよね。で、まあ、ガスマスクをして、で防毒グローブを二重にはめて、でケミカルスーツを着て、すごいしっかりした換気システムの中で、まあ、制作によって事故が起きないように万全の体制を整えて作業するようにしてます。で、ガラスをエッチングした後は鏡を作ったりペイントしたりとか金箔を貼ったりとかっていう作業なんですけど、まあ、そこは作品によっていろいろですね。で、鏡も自分でハンドメイドで作るんですよね。で、まあ、買ってきた鏡に書いちゃったりとか、鏡っぽいものを裏から貼り合わせたりとかするっていうのは日本でも、まあ、よくあるんですけど、僕がやってるのは銀引きっていうガラスから本物の鏡を作り出すっていう工程なんですけど、で、まあ、それも昔は日本でも鏡を作る職人さんっていうのがいたんですけど、今はまあ大きな企業が大量生産で機械で作ってるっていうのがほぼ 100% っていう現状で、僕はそれを一枚一枚ハンドメイドで作るっていうのはこだわりの一つですね。で、グラスサインっていうのはもともとはサインペインティングって言って、アメリカやヨーロッパで昔からある技術で、外壁に文字とか絵とかを描くテクニックから派生したもので、で僕はそれをアートにして、アートとして残したいっていうふうに思って活動してます。金箔は日本でも、まあ、寺社仏閣とか伝統工芸とかで馴染みがあると思うんですけど、僕が使ってるのは24金の本金箔ですね。で、何種類か貼り方があるんですけど、鏡に見えるような貼り方だったりとか、逆に艶がないように見える貼り方だったりとか、いろんな貼り方で24金を貼り付けていくっていう工程です。で、日本のゴールドアートって真鍮箔を使うことが多かったりするんですけど、24金を使うっていうのは輝きも全く違いますし、見てほしいところの一つですね。で、グラスサインはガラス掘ったり削ったりした上にゴールドとかを入れていくので、光り方が光の加減によって変わったりだとか、すごい立体的に見えたりとか、金と銀のコントラストだったり光の反射だったりとかで他にはない見え方をするのがすごいいいんですよね。で、僕はこのグラスサインっていう技術、これが本当に素晴らしい技術だなって思うし、本当に美しいものだなっていうふうに思うので、これをアートとして世の中に出していって、
で自分の作品のその価値を高めていきたいなっていうふうに思ってます。